はい、皆さんこんにちは、にまるさんです。今日は GoPro Hero 7でのロードバイク車載動画の、僕の撮り方というか、まあ、アクセサリーの紹介なんかをしていきたいと思います。こちらにどんな形で車載してるかっていう、まあ、動画ちょっと今出てると思うんですけども、こういう形でですね、コラムのとこのヘッドキャップを利用した、こういう形の、アクセサリーを使って撮影をしてます。まあちょっと目立ったところで言うとですね、まずこちらですね、こちらがスポンジのような素材になっていて、マイクに当たる風を防ぐマイクカバーみたいな形のスポンジタイプのものを GoPro Hero 7全体に覆うような形で、風よけにしてます。これあるとないとじゃ全然音が違いますね。これをつけると風切り音が全然なくなりますね。特に向かい風の音ですね、それゴーっていう音が、これをつけるとだいぶ減りますね。まあ風が弱ければ本当全然気にならないですね。あるとないと本当全然違うんで、これはまあ、ロードバイクなんかの車載動画では絶対必要な装備、アクセサリーの一つですね。まあ Amazon なんかで売ってるんですけども、防風カバーっていう名前で出てますね。多分いくつか同じような会社のものがあるんで、まあどれも多分性能に変わりはないと思うんで、まあ好きなのを選んで買っていただければと思うんですけど、これつけて、運用してるんですけども、じゃあバッテリーの交換とか、マイクロ SD カードどうやって取るかっていう場合なんですけど、実は簡単で、こちらこうパカッとこう取れるようになってるんで、この状態でケースを開けて中から GoPro 本体を出して、でバッテリーの交換とか、カードの交換をして、こちらはまあそのままこうカバーつけたまんまで運用してます。こちら普通の GoPro のアタッチメントというか固定するところに挿す部分なんです。これの受けのところがですね、まあ、今回紹介するものになります。それがですね、まあ今実際マドンとかで使ってるんで、一つ使ってるんですけども、ちょっと、まあ、ターマックの方にもつけたいなっていうことで、もう一つ買いました。まあ値段も1300円ぐらいなんで、高くないんで、まあ何台か持ってる人はその台数分これ買ってもいいかなと思ってます。ちょっと今からこれ開封していきたいと思います。ちょっとネジ、これがテムの上のトップキャップを締めるネジですね。これが付属してまして、で、これが、そのトップキャップの部分になるものですね。実際はなんでこのトップキャップのところにこうついて、で GoPro をこう差し込む形ですね。これによって取り付けが簡単に、取り付け取り外しが簡単にできるんで、 GoPro 使わない時もちょっと、高さがあるトップキャップみたいな形でそんなに気にならないですね。まあ、こちらの、ステムのキャップ、ヘッドキャップのところですね、これをこういう形ではめる、で取れるというこういうものになってます。これがあるとヘッドキャップの位置がですね、ちょうど僕なんかですとハンドルと、ガーミンのあたりがちょうど、映って、なおかつ前方の風景が映るっていうことで、僕結構そのただの車載で風景だけ映ってるのだと車で撮ったのかバイクで撮ったのか自転車で撮ったのかっていうのがあんまり分かんない普通の風景が流れる、映像になっちゃうんで、できるだけハンドルは入れたいなと思ってます。自転車で走ってるっていうのが分かるようなハンドルが入れた、車載の主観映像が好きなんで、そういうのを撮るには、ヘッドキャップ、ステムのキャップの位置が一番ちょうどいいかなという感じでこれを使ってます。よくあるのがネックストラップとか、体にこうつけるタイプの、要はこの辺に GoPro が
こう来るタイプのもあるんですけども、それももちろん撮りたい絵によってはすごくいいんですけども、ちょっとまあなんか体につけてるのが嫌だなってのが一つあるのと、まあ結構ネックストラップだと結構首にこの重さがこう感じちゃって、ちょっと首が痛くなる、本当はまあ痛くなるほどの重さではないんだけど、ちょっと気になるかなっていうのが一つあるのと、ちょっとグラグラして前後にこう揺れちゃう時があって、風なんですかね、それが絵がすごいこう前後にこうグワングワンいってるような絵が撮れる時があるのがあんまり好きじゃないのと、やっぱり腕が映っちゃうのもちょっとこの辺がこう映るのもあんまりちょっと好きじゃないなっていうことで、ちょっとこれだと絵としてはちょっと遠すぎちゃうかなっていうのがあって、まあこのステムキャップのところですね、こちらのものがいいかなと思います。一つだけちょっと困ってるのがあって、それが何かというとですね、このネジですね、ここのネジがですねどうしても、緩んできちゃうんですよね。でまあ、この角度ですよね、この角度が動いちゃうんですね。すごい段差なんかバンって乗った時に角度がずれちゃって下向いちゃうとか、カメラが下向いちゃうってことがあるんですよね。で、ここネジで止めてるんですけども、これがですねすごくきつく締めてもやっぱり動いちゃうんですね。今実際これプラスのドライバーで中のネジを締めてるんですけど、結局こう手で動いちゃうんですよね。なんでこれがちょっと良くないんで、どうしようかなって思って探してて、まだちょっと試してないですけど買ったのが一つあります。それがですね、こちらのネジですね。はい、これ何が違うかというとですね、ネジの回すとこの部分の形が違うんですよね。こちらが純正のネジなんですけども、この回すこう突起みたいなのが4つですね、4つしかないんですけども、こちらの方はその場合8つの突起があるんで、なんか強く回して固定を強くすることができるみたいですね。実際はこの金具を使ってこれで回して相当強く固定することができるみたいです。でもう一つ固定に使うのになんかゴムのパッキンみたいなのがついてるんですね。これを、さらに間に挟むことによって多分締め付けを強くすることができるんだと思います。これをちょっと、次は実践投入してみて、まあうまく固定できたらいいなと思います。スマートリーっていう会社なんですかね、こちらのネジを買いました。これ2本入ってますね、2本入ってまして、なおかつ値段にもよるんですけども、こちらのGoPro をここ GoPro 用のこうステーなんですけども、三脚穴ですね、三脚穴のネジですね、ネジがに、GoPro をつけることができるアクセサリーも一緒についてきてますんで、まあ、これが欲しかったのもあるんですけども、それでこのネジと一緒のものを買いました。これとネジがもう一本ついてるんですけども、これで1300円ぐらいですかね、かなり安いんで、まあちょっと実際に性能は試してないんで、あれなんですけども、とりあえずこれはもう1個持ってて使ってるんですごくいいです。これ付け替えてみましょう。まあもうネジでかなり固く締めてあるんですけども、それでも手で動いちゃうっていうこのネジなんですけども、これを標準のものを取ってで、新しく買ったこのスマートリーっていうんですかね、のネジに変えていきます。グイグイ回していきます。
形ですね。結構固めになったような気がします。実際はちょっと走ってみないと分かんないんですけど、で先ほどこの紹介したスマートリーのこの、GoPro を三脚穴にくっつけるアクセサリーなんですけども、実はもうすでにいつも使ってます。でどういう使い方してるかというと、実は GoPro をつけてるんじゃなくてですね、キャットアイのライトを、三脚穴につけれるアクセサリーとして僕は今使ってます。でこれはどういう時に使ってるかというと、動画の撮影の時のライティングとして今使ってます。ちょっと前に出したマドンナインのですね、夜の、PV 風の動画があったと思うんですけど、それの、マドンを当ててるライティングは実はこれでやってます。結構自転車用のライティングって、まあ、光量も結構多いし、割合こう直接的じゃなくて、広くを当てるライティングになるんで、懐中電灯とかよりもすごい直接バーッと光当たってるっていう感じではなく撮影ができるんで、結構重宝してますね。でこの光の量も変えることができるのもいいですね。でこれであとはまあ距離変えたりとか角度変えたりして当て方変えて、撮影してます。まあ、結構下から撮影するってことも多いんで、こういう低い三脚を使って下からこう煽って照明当てるっていうのに結構使ってます。もちろん普通の三脚にもつけることができるんで、高い位置から、光を当てたいときはそういう三脚を持って行って使ってます。これは本当持ち運びが簡単なんですごいおすすめです。照明っていうとやっぱりどうしてもすごい大きい荷物になっちゃうことなんですけど、これは光量が多くて、まあ、時間も長く持つ割に、まあ、コンパクトなのがすごいですね。持ち運びが本当荷物にならないのがいいし、あとはまあこの光がさらにもう少しこう直接的に当てないっていうように使うときには、バウンスして使うときがありますね。こちらの前にもトレーシングペーパーを置いたりとかでもいいですし、レフ板を当てて、被写体は向こうなんですけど、レフ板に当ててこう反射させて、反射させた柔らかい光を被写体の方に当てる、白い壁とか天井に向かって反射させて被写体に柔らかく光を当てるみたいな使い方もできるんで、もうこれはほんとちっちゃいのにすごい使えるんでおすすめです。これのまあ光量が今僕ボルト800っていうのを使ってるんですけど、これバリエーションあってもいいなと思って、ボルト1700とかすごい明るいやつ、車のヘッドライトと同じぐらいに明るいんで、あれがあるともっとちょっと照明の幅広がるかなと思ってるんですけど、ちょっとまあ高いんで考えてるとこなんですけど、実際僕はこの800とあと普段の走行用、夜の走行用ということでボルト400もあるんで、今2つあるんで、そちらとまあ使い分けしてもいいかなと思ってます。まあ800なんで一番明るいのは本当明るいんですけど、1段落とした400の状態で使っても全然走行で十分な明るさがあるんで、まあ実際2台目を買うときは400の方買ったんですけど、その方がまあ多少本体のまあ重量が軽くなるっていうこともあって400の方買ったんですけども、まあ安心したい方は800の方がいいかもしれないですね。 GoPro のですね、アクセサリーでさらに僕他で使ってておすすめなのがこの、充電器ですね。充電器、これも3つ同時に充電できるっていうもので、これはすごくいいですね。同時にというか差し替えなくても3本ほっとけば充電できるっていうので、これも別に高いもんじゃないんで、これもついでに買っておくといいかもしれません。でやっぱりGoPro って結構バッテリーがそんなすごい長く持つもんじゃないんで、GoPro に給電しながら撮影っていうのもあるんですけども、実際はそれもちょっと走行の時邪魔になるんで、僕はどうしてるかっていうとですね、もうバッテリーをたくさん持ってですね、こういう袋ですね、こういう袋にこう
バッテリーを入れて、全部充電した状態で入れてパッキンみたいなことにして、これをですね、まあ、ツールボックスに入れたりとか、あるいは、ジャージの後ろのポケットにこう入れとく、まあ、大した重さじゃないで、これ全然邪魔ないで、これで、まあ、行きで一つのバッテリーで、まあ、折り返し地点とか行った時にバッテリーを差し替えて、帰ってくるみたいな使い方、まあ、実際、まあ、バッテリー2つあれば全然大丈夫なんですけど、一応、まあ、予備含めて、まあ、2個か3個予備バッテリーを、持ってってもいいのかなと思います。バッテリー自体も結構安いのも売ってるんで、それも結構たくさん買っといてもいいのかなと思います。どうでしたでしょうか。今回は、ロードバイクで車載動画を撮るための GoPro のアクセサリーの紹介をしました。なんか参考になったと思ったらいいねボタンお願いします。あとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。